今回はクズ家族関係のスカッとするお話を2本ご紹介します。最初のお話はこちら。義実家の会社で手取り18万、岐阜、業績悪いからごめんな。帳簿を見ると岐阜、義母、義兄の給料が100万超えてた。俺は嫁と2人暮らしをしている。嫁とは5年ほど前、つつましやかで俺を立ててくれる人柄に惚れて結婚することになった。当時、俺はメーカー系の営業マンとしてバリバリ働いていて、仕事も成績が良かったし、嫁を食わしていける自信があったので、結婚を申し込んで嫁の実家に挨拶に行った。嫁の両親も独身の義兄も人当たりがいい感じで、和やかに話が進んで結婚の運びとなったのだが、嫁の実家は家業として、とある機器の販売をしている会社を経営していた。もしよければ結婚を機にうちの会社に来ないか？と義父に言われたので会社を辞めて、義実家の会社に就職した。いざ義実家の会社で働いてみると営業がずさんだったのか、固定の客以外からまともに仕事が取れず淡々と仕事をしている感じだった。経営が苦しいという感じでは全くなかったが、なので入社してとりあえず新規開拓をしてみると、順調に仕事は増えていった。作ってる機器は製品としては良いものだったので、特に苦労したってことはなかった。作ってる製造担当者の人たちの腕も良かった。営業は義父と義兄が担当していたのだが、俺が入社してからは営業は部長扱いで俺一人の担当になった。ただ部長という扱いではあったのだが、給料は月に18万、ぼっち。年収は前の会社の時の半分近くまで下がったのはきつかった。嫁は体が弱く働けないので俺の給料だけで生活しなきゃいけない。かといって、相手が義父と義兄ということもあってなかなか給料のことは言いにくかった。だがやはり前の半分の給料は思った以上に家計を直撃して、生活が苦しくなってきて俺は義父に相談することにした。すみませんが、なんとか給料をもう少し上げてほしいのですが。上げてやりたいのは山々なんだが、会社の経営は厳しく社員15人の給料もあるので上げられない。すまん。こう言われては仕方がないので、自分がもっと頑張らないとダメだと思い、また死ぬほど働くことになった。その結果、3年後に過労で完全にぶっ倒れてしまった。それから3日ほど寝込んで、会社に戻ったら社長である義父から。いつまでダラダラ怠けてるんだ、お前の仕事が溜まってる。と言われた。驚いたことに俺が休んでる間、仕事は停滞して全く回ってなかった。倒れてしまった俺もだけど、こんなことで会社としていいのかと思わず思った。それから数ヶ月経った頃、製造担当のリーダーが。子供が大きくなってきて家計の支出も増えてきた。これ以上給料が上がらないようだと辞めたい。と言ってきた。社員の給料関係は義兄と義母の担当なので俺も全く知らなかったので、改めてリーダーに詳しく聞いてみると、俺よりはもちろん多いのだがそれでも少なかった。だいたい25万、くらい。俺は身内だから経営者一族としての責任で、少ないんだろうとは思っていたものの、社員でしかも製造のリーダーで13年も勤めてる人の給料がこれってどうなってんだ？という疑問がふつふつと湧いてきた。営業は俺が担当なので請求書は俺が書いてることもあり、おおむね売上の全体はつかめている。今まで義実家の会社の経営、まして給料事情に頭を突っ込むのはしない方がいいとは思っていたが、さすがにおかしいと思い俺は調べることにした。まずは義父に給料のことを思い切ってどうなってるのか聞いてみた。経営にはお金がかかる。いろんなものに使ってる。というあまりにもずさんな回答しか返ってこなかった。だから俺は帳簿を見せてくれと言ったが断られた。隠したがるような義父の態度に俺はいろいろ不信感を感じ、勝手に見ようと思ったが、帳簿は義父の社長机の隣の鍵付きラックの中に入っていて、その鍵は義父が持ち歩く分と義母が家に置いてあるスペアでしか開かない。なので俺は嫁に事情を話した。すると嫁も確かにおかしいと感じてくれたようで、心よく協力してもらうことになった。そこで俺は嫁に頼んで昼間の誰も義実家にいない時間に嫁に電話して、義実家に帰ってラックのスペアキーを取ってきてもらった。そして誰も会社にいなくなったところで、こっそりラックを開け帳簿を盗み見したら、義父母義兄の給料がとんでもないことになっていた。社員や俺の給料は少ないのに、義父母義兄の給料は毎月優に100万を超えるものだった。その合計だけでも毎月300万かかってることになる。身内の件をなしにして言わせてもらうなら、はっきり言ってあの3人は給料泥棒も同じ。ほとんどの仕事は俺が一点に引き受けてる状態で、その証拠に俺がたった3日休んだ時も会社は回っていなかった。
俺もそうだが、毎日必死になって働いてくれる社員たちにも申し訳ない気持ちでいっぱいだった。俺はすぐに調査の結果を嫁にも報告した。いつもは穏やかな嫁だったが見たこともないほど怒っていた。特に嫁はいつも一生懸命働いてくれてる社員たちに本当に日々感謝していたので、自分の両親や兄のことが許せなかったんだと思う。それから俺は嫁と相談してある行動に出た。俺は速攻で新しい会社を立ち上げ、設備費用なんかはある顧客の口利きで取引銀行に貸してもらった。そして製造側のリーダーを含め現社員の給料を 1.5 倍付けにして別会社を立ち上げて、客と社員を全部持って行ってやった。とは言っても無理やりではなく、社員一人一人としっかり話してこのままギフたちの会社に残るか俺と一緒に新会社で働くかを選んでもらった結果だ。仕事の顧客もほとんどが俺の会社に仕事を依頼してくれた。でもそれは当然だと思う。俺は日頃から顧客一人一人に対して真摯に対応していたから、顧客からの信頼はしっかりと勝ち取っていた。義実家の会社は営業をする俺や製造のできる社員がいなくなったことで当然一気に仕事が回らなくなり、信用を失った結果、多額の借金をしてあっさり倒産した。俺が会社を設立して社員を引き抜いたと知ったとき、義父母や義兄は怒り狂っていたけど、むしろ今までずさんな経営をしてて、給料さえちゃんと払ってなかったツケが回ってきただけだろうと思う。ついでに義実家とも縁を切ってやった。義実家と縁を切ると言い出したのは嫁だった。俺的には義実家との付き合いがなければそれでよかったのだが、嫁は自分の両親や兄がどれだけ人に迷惑をかけたかを知ってとても悲しみを怒ってた。それから俺の会社は驚くほどに経営が右肩上がりになった。もともと作ってる製品は良いものだったので、俺が営業をしていくと結果はおのずとついていった。また業績が伸びたら社員にも謝恩会を開いたり、ボーナス好きとは別にプチボーナスを上げると、自然に士気もアップしさらにいい製品が作れるようになった。嫁は今まで会社に来ても意味はないと言われていたようだけど、社長の嫁として社員たちにお菓子を作ったり、社員のプチを悩み相談などをしていると癒される人が続出して、なぜか嫁は会社で大人気なのだ。仕事が順調なある日義兄が会社に来て、俺とお前は義兄弟だし最初の頃は俺が面倒を見てやった恩もあるだろ。まあ、副社長とは言わないから専務で雇ってくれるよな。と突然言ってきたので俺は鼻で笑ってやった。俺がいつお兄さんに仕事を教わったんですか？俺の営業力は俺自身で培ったものですよ。ただあなたは会社に遊びに来て金をドブに捨ててただけでしょう？悪いけどここにあなたの場所はありませんのでさっさとお帰りください。なんだと、一体誰のおかげで今そうやってられると思ってんだ。うちの社員引き抜いたおかげだろ。つまり俺の社員だったんだ。返せ。義兄が大声で騒いだので社員の何人かが駆けつけてきた。おい、お前ら、俺のおかげで仕事できてんだ。こいつに言い聞かせろ。そう社員に怒鳴る義兄に社員の一人が。あなたの会社にいて唯一良かったことは今の社長に会えたことですね。今この会社で働けて本当に幸せです。あんたに感謝したことは一度もありませんけどね。何しに来やがった？もう上司でも何でもないんだ。俺らの金で贅沢しやがって。社員たちに凄まれてビビる義兄に俺は一言、うちの会社や社員に何か嫌がらせをしたら容赦なくうちの顧問弁護士を使って叩き潰すぞ。わかったら二度とうちの会社に近づくな。義兄は悔しそうに逃げていった。必死に働いてくれている社員たちのためにも、俺は二度とあんな人たちにこの会社を渡すつもりはない。この会社で働けてよかったと言ってもらえて心の底から嬉しかった。次のお話はこちら。お兄ちゃんの子供妊娠した、と義妹が発言し家族ぶち切れ。夫に、DNA 検査しよう、と言った結果。私は夫と二人暮らしをしている。ある日、半年ほど行方不明だった義妹が妊娠して戻ってきた。当然、みんなは相手は誰だ状態になり義妹は笑顔で。お兄ちゃん。と言ったらしく、私たち夫婦が義実家に呼び出された。もちろん夫は身に覚えなし、関係を持ったという内容が夫の出張期間とドンピシャだった。認知だけでいいから。とり妹は笑顔のまま涙を浮かべ義母は夫に対して怒り狂った。自分じゃないと言い張る夫に。いい加減にしろ。と拳を繰り出す義弟。とにかく当事者以外がヒートアップしてしまったため、その日は逃げ帰った。その後、義実家からの電話がひどくて。あなたたち夫婦の子として育てなさい。男なら責任取れ。それらの罵倒で疲れ果ててしまった。迷惑はかけないから産ませて。
と嗚咽混じりに入ってくる義妹からの留守電も毎日だった。着信拒否もしたが携帯電話から公衆電話から友人宅からといろいろなところから電話がかかってきた。発信元を変えて職場にまで電話をかけてきたりもした。仕事から帰ってくるとポストに切手なしの手紙が入っていたこともあった。新幹線の距離なのに、もう義妹が気持ち悪いし初孫フィーバーも入っているのか義母は完全に義妹の味方だった。ある時、夫に鑑定の話をしてみた。最初は、その話はしたくない。みたいな感じだったが、はっきりしておかないとダメよ。義妹が父親はあなたと言ってる限り未来に生まれてくる私たちの子にも影響が出てくるわ。そう言うと夫は泣いた。取り急ぎ義実家近辺で鑑定をしてくれる病院を調べてアポを取り、大きな車をレンタルし義実家へ、食事にでもという口実で病院へ一緒に連行した。騙してこんなところに連れてくるなんて。と義実家のみんなは憤慨したが、俺が父だと確信してるならできるだろ。できないならそれはそれでおかしい。というと義両親はしぶしぶ承諾した。絶対にお兄ちゃんとの子よ。調べるまでもないけどそこまで言うならしてあげてもいいわ。という義妹の横には無言の義弟、病院に入り受付で、お父さんと義弟くんも念のためお願いします、と申し出ると明らかに動揺する二人。念のためだから拒否するなよ。俺だって同じ立場なんだからな。と夫が言うとかなり渋ってたが、二人ともなんとか採取させてくれた。病院からは翌週に結果が出るので連絡しますと言われ、義実家のみんなはずっとブツブツ言ってたが義実家に降ろして私たちは自宅に帰った。義実家に着くまでの間、義妹はうっとりしながらお腹を撫でたりして夫を上目遣いしていて、本気で怖かった。検査から二日後、病院から、義妹が病院で騒いで話にならないから引き取りに来てくれないか?と電話があった。病院に到着するのが夕方近くになってしまうため、義妹は義実家で引き取ってもらい仕方なく病院へ向かうことにした。病院に着き、ことの顛末を聞いたところ、義妹が先日の結果は出ているかと病院に聞きに来たので、まだです。と答えると、兄と弟の結果を入れ替えてちょうだい。ちょっと間違えてくれるだけでいいから。もちろんお礼はするから。と言ってきたらしい。そんなことできませんよ。と突っぱねたら、最初は泣き、それが無駄だと気づくと暴れ出したらしい。なんであの時警察に引き渡してくれと言わずに義実家に連絡をしてしまったのか今になってとても悔やんだ。その後、夫も連れて義実家へ行くと、お帰り。と笑顔で迎えてくる義妹。ごめんね。ちょっとまたニティブルーになっちゃったみたい。と悪びれもせず、という状態に背筋が凍るのを感じつつ全員で今へ向かった。まず病院での話を義両親と義弟に報告した。話を終えてから夫が改めて。で、父親は結局誰なんだ?お兄ちゃん。それならどうしてわざわざ弟との結果を入れ替えようとしたんだ?とすかさず畳みかけた。万が一ってこともあるかもしれないし。万が一程度なら変えない方が確かな結果が出るだろう?万が一って 0.01% だぞ。すると義妹は黙ったので私が、あなたが夫と子作りした日っていつだかもう一度教えていただけますか?と聞いてみた。丸月末日よ、手帳にも書いてあるんだから間違いない。と睨まれながら怒鳴られた。場所は?て駅前のホテル、領収書も記念に取ってあるからね。そこで私は勝利を確信した。義妹に手帳と領収書を出してもらって、それを見た上で夫が2枚の紙を出した。出張時に宿泊したホテルの領収書と飛行機のチケットの半券のコピーを出した。その日にて駅にいるのはありえないから、義妹はすごい形相で領収書のコピーなどをビリビリに破いたが、すでに義両親も凝視した後、原本は会社に保管してあるので無意味。後日、病院から結果が出たと連絡が入り再び義実家集合でその結果を見ることに、義実家に到着すると義妹の姿がなく、夕方近くになっても帰ってこないので義妹を除いた人たちで結果を開封した。結果は確率として、1番は義弟、2番夫、3番義父だった。途端に3人の標的は義弟へ、妊娠発覚後に夫を殴った以外、ほぼ沈黙をしてきた義弟だったがあっさり吐いた。義妹に、こんなことがバレたら仕事がクビになる、兄貴にすりつければ安泰だから協力しろ。と言われて断れなかったらしい。へえ。そんなことで私たち夫婦をボロボロにしたんですか。へえ。自分の欲望を抑えきれなかったくせに責任逃れですか。へえ。
まるっきり無実と分かっていた夫を殴ったんですか。私は心の中で言っていたつもりがバッチリ声に出してしまっていた。それに気づいたと同時に涙がボロボロ出てきた。泣いてる私に声をかけようと手を差し伸べた義母の手を夫が払いのけ。あんたたちも同罪だ。俺の言い分を少しでも聞いたか。俺のことどう思っていたかよくわかった。一番不安だったはずの嫁だけが、俺の言葉を聞いてくれた。俺を信じてくれた。俺の家族は嫁だけだ。もうあんたたちを家族とは思わん。そう言って私の手を引き義実家から出た。家に着いたら義実家から留守電がたくさん入っていたが聞かずに消去。すべての番号も着信拒否した。そして数日後、夕方にインターホンが鳴って、モニターを見てみると義舞がいた。話したくなかったのでそのまま居留守。30分ほどその場にいただろうか。やっといなくなった時、ポストに手紙が入っていた。破り捨ててしまいたかったが今後のためにも一度だけ読んでおこうと思い開封した。お姉さん、子供はだろしてきたので安心してください。予想以上に時間がかかってしまったため、お会いできずに残念でした。両親と弟とは絶縁したそうですが私はその場にいなかったのでいいですよね。次はちゃんとお兄ちゃんの子を妊娠しますのでよろしく。こんな内容だった。見なきゃよかった。その後、義妹と義弟は義実家から消えた。感動されたのかと思ったが二人は家でしたらしい。あんな人たちが野放しになるなんて怖いので引っ越した。義実家と絶縁したので私たち夫婦の居場所は誰も知らない。いかがでしたか？調子に乗りすぎてしまった哀れな家族の末路でした。